お願いしますよろしくお願いします何この緊張感は <laughs> なんか変なお祭りの前の気分みたいなちょっとあのー、これニコニコの生放送見えるようにしてもらっていいですかいや改めまして皆さん加藤純一ですよろしくお願いします <laughs> もう今日早速今日のプログラムを僕の方から紹介します、えー、7時30分から20時30分までオープニングトーク その後15分間の休憩を取った後30分間のアンケートトークその後20分間加藤純一の今後の予定5分間のエンディングとなっておりますよろしくお願いしますこれ見れますかあいいやミラーで見るからいいや俺荒々しい本物のやつらをちょっと見ていこうかなにくんがミラーしてくれてるらしいんでねちょっと待ってね あ後,ろ後ろにもコメント出出せせますすこれ出せないですよねみんなも見てくれた方がいいのかなと思ったけどまあまあ自分だけ見えてればいいかこれ放送はちゃんとできてるんだよねで今日ニコ生でもやってるんであのー、立ってあの後ろ向いちゃうとバッチリ映っちゃうんですよ死にたいやつは別に全然映ってもらっても構わないんですけど一応皆さんの安否を気遣って僕は立って後ろを振り向かない方がいいと思います結構ねあの荒々しい感じでコメント来ると思うんでなんか今日サラリーマン多くない 何なんかくっちゃべサラリーマンの憩いの場になってんのなんかサラリーマン多いよね今日ねしかも何前回のくっちゃべで女壊滅したのこれちょっとおかしくないなんかさ何この驚異の男性率もうちょっといてもいいよねじゃでもねどうせ今日女来ねえだろうと思ってなんか変な格好で <laughs> 別に髪の毛もセットしてこねえでいいやと思ってなんかいつもはさ、ね、もうちょっと女の子来てたかなと思ったけど 死滅したんだ,、ね、ただなんかまあカップルで来てくれてありがとうございます今日はなんかオープニングトークということでそのいろいろね喋りたいことあるわけよ考えてきましたやっぱりまずは何と言っても町会議僕出たじゃないですか町会議見てくれた人あ,ありがとうございますでそこで俺ね小池百合子都知事と喋ったので尋常じゃないぐらい緊張しちゃって小池百合子都知事とでその 前の時間5分10分ぐらいであのドアンゴの取締役の夏野っているじゃんと2人で夏野おじいさんと喋ってたわけよそしたらなんかつながりがあったみたいで小池都知事と夏野さんってな仲がいいのか分かんないけどあったみたいでなんか喋ってたんだよ俺も夏野さんと夏野さん,なんか今日ちょっと俺緊張してるんでよろしくお願いしますみたいなこと言ったら任せ、ま、てようんこちゃんみたいなこと言い始めて。でなんか で終わった後にその小池都知事が町会議見て回るから3人で SP つけて回ろうよって言ったのすげえかっこいいじゃんそれだからいいっすねいいっすねっつってその町会議長 MC みたいな感じで小池百合子都知事とね一緒に話させてもらったんだけどもう緊張してきて内容全然覚えてないのただ背筋はマジで良かったなっていうそこはマジ評価してほしいんだけどね あれ俺さ1俺個聞きたいんだけどさその生放送のみんなにも聞きたいんだけど俺、基地外に映ってなかったよねそれだけ心配だったんだよね親身に来てたからさなんかやばいやつだと思われたらちょっとまずいなと思って基地外には映ってなかったよね凛としてたよねそれだけは収穫だったかなと思いますで終わったわけよなんかその後ろにいる N 校俺大嫌いなんだけど N 校の生徒たちがなんか質問してたわけよ小池都知事に。 なんかその昔はどんな女子高生だったんですかみたいな質問をしててで、まあ、当たり障りない答えを返してて終わりましたであじゃあこの後俺夏野さんと小池都知事と3人で、ね、SP つけて10人ぐらいいたんだよ俺、俺やばいでしょ黒服のさ変な黒人みてえなやつらが1メートル8 0ぐらいのやつらが10人ぐらいいて気持ちいいじゃん,なんかタレントみてえでかっこいいじゃん。 だからいけんのかなと思ったらあのじじさその約束忘れてそそくさと二人で出てきやがってしかも何な,なら N 校の生徒連れて俺だけ一人ぼっちになっちゃって俺裏で野田と二人で喋ってたんだよあの後と最悪じゃないあのあと野田と二人で喋ってたんだよあんな晴れやかな舞台からさ叩き落とされて野田通りとさまさか二人で喋って何なんだろうと思ってそのあとニコラジすぐ行っちゃってかちょっと次会ったら夏のと長くなったからちょっとなんか言いたいこと言いたいじゃん 俺の座席数増やせとかあるわけよなんか面白そうな公式放送1本作れよみたいなそれちょっと言おうかなと思いますで長会議のさ話といったらあの小林幸子と俺ついに写真そんでね撮ってきたわけよで俺ツイッターとかにも上げてないじゃんそれちょっとみんなに見せたくてさあ間違えてツイキャスやっちゃっ,たちょっとごめんね <laughs> 朝やってきたんだよ俺それちょっとねみんなにぜひ見せたいと思って撮ってきたわけよ うちのばばあにさ送ったわけよおばあちゃんにそれちょっとね見せたいんだよねあと探しとくわいつか見せるわちゃんとこのイベント中にで加藤純一ブースっていうのもあったのねそうい行った人いる加藤純一ブース行ったあれどうだったよかったすあれねそう俺のコン,コンセプトが幕末志士っていうすげえ有名な実況者のブースが隣にあって人だかりできてたのマジで 100人、200人ぶわっと並んでてその隣が MSSP というアイドルグループだったのねめちゃめちゃ混んでたのでお礼のブースはそこに挟まれて真ん中にあったのねで便器だけ1個置いてなんかその加藤純一ブースぼっちで入ってくださいってやったらマジでキモいぼっちのやつらがすげえ集まってきてて本当だよで長蛇の列とは言わないまでも23人常に並んで。 落書きをしてくれたっていうブースがを作ったわけよ俺の提案でで、その紙をね俺持って帰ってくればよかったなと思ってただツイッターにあげたんだけどさそれ見てくれたツイッターにあれひでえこと書いてなかった関東連合参上とかさあやばかったよねなんか来年はみたいな話にならなかったもんそれをツイッターにあげたんでぜひチェックしてくださいあの紙もらってくればよかったなと思ってそれちょっと失敗しちゃったんだよねそのう なんかそのささっきコミュニティの掲示板を見てたらなんかもうくっちゃべのあの背景が気に食わねえみたいなコメントがあってなんならここに全部載せとけばよかったと思ってねみんながいつも日頃書いてくれてるようなコメントがい居心地がいいんでしょうからごめん載せればよかったなと思ってちょっとこれ映してもらっていいですか、せっかくなんでちょっと画面自体をせっかくだからね生放送のコメント見ながらやりたいなと。 で最近の近況といえばこれ、俺放送でもよく話してるんだけど、あのー、俺をさ、通じてさ働き始めてるやつがいるってよく言ってんじゃん、あのー、うちのマネージャーのみんなが大好き、JAL さんっていう人がいるんだけどその人になんか仕事紹介してください、加藤さんの生き様を見てお仕事始めたくなりましたっ,つってでそういつは2日で飛んだのね,ね、ドグマに入ったやつも5日で飛んだの。 で今度はね一昨日いだよ一昨日い加藤潤一さんの普段の放送を見てたら本当にやる気になって僕役者目指したいんで「ムラッシュ入れてください」ってやつがいて <laughs> やばくないうち CD デビューが決まった瞬間に妊娠したバカな女と中国人しか所属してないのねあと俺ニコ生の自称ニコ生チャンピオンの俺と そいつらしか所属してないのに役者を志してるなんかイケメンの若者が「ムラッシュ所属させてください」っていうふうに来てちょっとみんな将来ちゃんと考えてるのかなと思ってこの場を借りてちゃんと正式にお断りをさせていただきます残念ながらあのうちの事務所は所属できないんであの気,気をつけてくださいあんまり簡単に言うと本当にねあの所属しちゃったら大変なことになるんで俺の放送一緒に出ることになっちゃうと思うんで。 ありがとうございますあうつんないですかまあう映んなかったら映らんなかったでいいんですけど俺携帯で見るからあじゃあ携帯で見ていいですかちょっとなんかさ,このななんかさくっちゃべ始まる前のさ変なお祭り騒ぎ何なのあれざわざわするのやめてくんないすげえなんか居心地がいいのか悪いのかまあでもねありがたい話ですよ今日もなんかね覆面かぶったおっさんが見に行くわっつって見に来てくれてて いやーなんか優しい先輩だなと思ったわけよその後輩がさ一人でさトークライブやるからって言ってあわざわざ見に来てくれてるんだろと思ったらあいつたぶんどっかで聞いてるけどあのステージには絶対あげねえけどねあの <laughs> 自分の今日の夜やるネタがねえから来たとか言い始めたって <laughs> てめえくっちゃめ利用すんじゃねえやと思ってあれだわネタ作りに来やがってふざけんなよあ来た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 ありがとうよろしくみんな よろしく。どうよ、俺いつもこんな感じで生放送してんだけど <laughs> くっちゃべ行ってきたぞ、びっくりマーク放送絶対撮るからな、あれ絶対撮るぞ、今日 <laughs> 加藤、もう俺は今日ネタねえんだよ <laughs> って <laughs> だから、<laughs> みちょさん、ゲストで入ってくださいよ <laughs> って言ったらちゃんとお金払います <laughs> ってってネタ探しに来てんだよ。そういつもこんな感じで僕が放送を。 <laughs> 刺してててていいただいておりまますす俺後ろにも写ってる、ね、見てますよ今日別にね生放送のコメントも拾いながらフリーダムに喋っていこうかなと。<laughs> で、俺さ、俺さびっくりしたんだけど、最近、ちょっと真面目なね、あのみんなに聞きたいことがあって、この放送聞いてる人もそうなんだけど、俺、ツイッターをさ最近始めたじゃん。ツイッターやってる、みんな。やってる人。あや,っぱやっ、はい、全員やってんの何でやってんのなんか、同行追ってんの 誰の動向ってんの俺のとかもやっぱ見てんの実況者とか <laughs> 何この会場とのコメントのギャップ全員やってないんだけど何これこの俺どっちにつけばいいのこれあ,あなるほどやってない人たちとやってる人たちねやっててねこの前初めてアンケート取ったわけよ今日やるあ何かやるゲームどっちでもいいなと思ってそのアンケート取ったんだよ それでアンケート取ったら回答者がね、1万何人とかこ回答してくれて回答してくれたわけよ。俺びっくりしちゃって普通さ俺ツイッターとかってさ宣伝能力なんか大してねえんだろうなと思っていつもクソ適当に潰いてたのねニコラージュ日も頑張るぞとか別に大した思ってないことツイートしてたの <laughs> 義務的になんならボット作ってくんねえかなと思ってかまたりにやらせようかなと思ってたんだけどそう、1万人ぐらい。 やってくれて、くれ俺ちゃんと告知しようと思って今度からちゃんと Twitter 連動して告知しようと思うんで皆さんあのアカウントだけ作って、あのー、見てください早くビになれ多分もうちょっとだけ頑張らせてくださいあれすげえ便利だなと思うでさアンケート1万23000人答えてくれたのに放送に来たやつ3000人ぐらいしかいなくて昨日なんか全然来てなかったよね3000人ぐらいじゃなかった YouTube なんかやるだけやって <laughs>、ね、やるだけやってさ6000人,人来てくれたんだあれだあれだあれだからなんかせっかくだからさ答えたんだったら来てほしいなって俺甘く見てたわいまだにねツイッターやってるやつってバカしかいねえなと本当思ってんのね,ねやっぱその人が集まってた方がさ面白いじゃん面白くないいろんな人ひでえコメントないなんか全然自分の価値観とは違う コメントが来るわけじゃんだからなんかいっぱい集めたいなーって「<laughs> M で稼ぐなゴミ」分かったそれあとでちょっとゆっくり話し合うね <laughs> そのなんかそういう感覚でやってたからさ今まで全然分かんなかったんだけどちょっと使っていこうかなというふうに思いますそうそうあ,あとね今日ね俺このイベント終わりにちょっとラプラス捕まえに行かなきゃいけなくて。<laughs> ちょっとあのあのいつもより早めに。今日握手とかせずに、もうさーっと俺帰る。なんならみんなが出迎えてください。ちょっとね。急いで帰んないと日付変わったらちょっとラプラス捕まえられないんで、それだけちょっと皆さん時間厳守で。皆さんもあの放送見ていただきたいんで、すぐ帰ってくださいね。ラプラス捕まえに今日行かなきゃいけないんでね。ねそう。<laughs> それだけ早めに言っとかないとさ。あれだってさ。なんかちょっと変な空気じゃない。これくっちゃべ何回か来てるよって人いる？あい,いるんだ。あ、なんか前列の人とかよく来てくれてるよね。 でもさ俺さ、正直さ、ニコラジっていう公式放送の週2で出てたり、その、町会議とかもさ、アホみてえに8時間ぐらい出てたじゃん。なんの生のうんこちゃんに全然感動しないでしょ、もう。だって昔は目キラキラしてたのにさ、なんか全然、もうちょっとなんかテンション上がってくれてもいいんだよ。特別感なしになっちゃったよね。なんなら放送で見てる方がかっこいいなみたいなさ。 俺はこの場にいたら全員、刺し,しまうお前がじゃ呼ばなくてよかったわ。なんかちょっと、もうちょっとなんかね、あの俺の生の加藤純一に喜んでいただきたいなと、クソ滑りタレント気取りのなんか随分、随分な言い草だね。<laughs> 時間稼ぐなって、おめえら放送しなかったらしなかったでうるせえし、どっちなんだ絶対毎回するからな、俺。絶対毎回いるからな。 会場でデッドバイでやられたあ、あ、なんかゲームの話しようぜ。最近さ、何やったっけ、俺。あ PUBG、あれ面白くなかったあれ面白かったよね。あれ、よかったよね。あれ、すげえ俺手応えあったんだけど、なんかあんまり響いてないの。あれ、よかったよね。今 <laughs> 回あと、トリコ、あれ、よかったでしょ。よかったよね。どういうところが良かった全然よくねえんじゃねえかよ。 あれ、俺の11時間返してくれよ。あれ、よかったよね。p u b g の努力、よかった。ただ、賛否両論あるなって、放送でも言ったけどさ、あれね、俺、放送の最後、ぶっちゃけ泣いちゃって。でもさ、ああのうまいこと、ここでゲーム決める、あったで決めようあの。うまいことさ、なんか、隠さなきゃいけないじゃん。結構俺、涙もろいの。だから、犬飼ってるし、うわあなんかせっかく、な泣くよね、あれね。あれ、泣くよね、泣いたでしょ、みんなも。 泣いたよね感情はないのみんなに <laughs> 泣くよねあれねゲームで泣くとかバカだなと思ってたんだけど俺「ファイナルファンタジー10と「ひと食い大足のトリコ」はもう本当に泣いちゃったんだよねあれよかったよね寝 <laughs> 寝落落ちちししたたそれなんか俺のあれさ何時ぐらいにやるのかベストなの放送 俺結構最近さ意図的にさゴールデンタイムにやるようにしてんだけどなんかあんまりさ決まった時間にやりすぎるのもなんか俺の視聴者つけ上がるからうぜえなっていう風に思ってだいたい崩してやりたい時にやってんだけどだって今日見た感じでさサラリーマンの人、マジで多いじゃん仕事帰りにくっちゃべくるってマジでクロレシじゃない, <laughs> やばくないあなたたち絶対ブラック企業でしょそれ あれ普通の感性じゃないよね。今日仕事帰りくっちゃべ行かないみたいな。多分おそらくみんな友達誘って来てくれるんだけど、すごいよね。ちょっとお金は大事に使ってくださいね。これ別に今日来たことはもう素晴らしい。誇って、会社で宣伝して彼氏とか彼女に今日は彼女に行ってきましたよみたいな。あ、ブラックはこんな時間に帰れねえよ、正解。だからちょっとね、ぜひともね、平日にやっていきたいんだよね。仕事帰りにさ、ダラダラニコ生で大揉めしながら会場でもなんか。 その竹槍持ってあ竹槍で思い出したけど竹槍会議どうだった不詳だったあれゴミ,ゴミだったえどういうところがあれ俺いいっすねっつって結構俺的にはスタートあれどうだったぶっちゃけあれゴミだったのどこがダメだったのお前は頑張ったああでも最近さなんかなんか知らないけどみんな勘違いしてるのかのまあね丁寧に扱ってもらってるのかわかんないんだけどさ なんか MC でさお仕事くれることが結構多くてそういうの多くないアホみてに公式放送出てたじゃんお MC じゃなくてなんかゲストでねちょっと出たいよなんかちょっとさすがにさもう出始めて何年経ってんだろう公式放送とか出始めて何年 ?1 年半ぐらいかなんかちょっとねあのみんなのコメントとぐしゃぐしゃにさな,んかなりながら <laughs> 見えないんだよね 見えない見えない見えないあ1年半かいやでも置物になったとしてもさやっぱゲストで出たいじゃん MC ってやっぱ緊張するわけよなんか全然興味ねえアイドルとかにさうわマジっすか俺昔からファンでしたよ言わなきゃいけないじゃん自分だったらショックじゃんいやでも、ね、なんかねバンドとかでさ結構こ,この前来てくれた名前忘れちゃって名前忘れちゃったらちょいしてたんだけどそのバンドのギタリストの人かなんかがいやうんこちゃん放送では言わなかったけどロックポケ見てましたよとか言ってくれてそういうの嬉しいわけよあと女の子の アイドル。ニコラジとかに出てる女の子のアイドルってやっぱ大抵病んでるじゃん病んで,る <laughs> それでいやーだからうんこちゃんっていう名前知ってますよみたいな人多くてただみんなのコメントがあまりにもかまったって誰ひひろひろここ昨,昨日のひろは全然ただ酔っ払いだっだだた。<laughs> そうだからなんかみんなのコメントがあの猟奇的すぎてちょっとやっぱ名前出すのが嫌なんだって。 だから加藤潤一 NG とかはあんまりないんだけど信者エモン NG が尋常じゃなくて <laughs> 声優全滅まずやばくないそれ俺じゃないんだよ俺すげえ丁寧なのねこんなマジでやばいんだよねだからその加藤潤一さん <laughs> さ名前は出さないけどこれさ言ったっけあのさ、あのー まあまあどう某俺が出てるラジオのゲストに実況者が来た時に名前出さないよ一番初めの俺が MC じゃなくてアシスタントの時よ今日で忘れようんかこういう名詞出すとめんどくせえことになるからほんで、まあ、ちょっとアイ,アイドル系のすっごい女の子たちがいっぱいぶわって群がってたのねであまりにも俺の視聴者が叩きすぎててめえどの面おめえみたいなブスが世界旅してんじゃねえみたいなコメントがありすぎて。 外の女の女子たたち泣いいてたんだよあれやばくない俺さどんな顔してその諸悪の根源が隣に座ってるみたいなあれマジで泣いてたんだよ泣いてたんだよあれ俺もう本当にいたたまれなくて俺あれ俺唯一マジで今でも本当に謝りたい本当ごめんってそういうわけじゃねえんだって俺の視聴者も悪いやつばっかりじゃねえんだっていうのを 本当にね、だあれ、そんな別にさ、よかったねみたいなときもあるじゃん、素直なことは俺、すげえいいことだなと思って、<laughs> なんで俺らがアイドルうずに気付かないといけないんだ、<laughs> だから俺、別にそれはいいなと思ったんだけど、一人、二人じゃないんだよ、その広島カープのウェーブみたいな感じでさ、一人抱き始めたら、連鎖サで抱き始めたって、もう俺は、あれはちょっと地獄だった、俺もうニコラジのアシスタントやめようかなって、本当に初回にして、マジでね。 あのー、鼻をへし折られた俺は絶対やっていけねえと思ってただまあねスタッフの人とかがさ、まあ、よくしてくれてなんだかんだでさみんなのことをあの、ね、気遣ってさやってくれてるからうまいことでうまい、あ、うまくうまいこと言ってるか分かんないけど今までやってこれてるけどそういうね事件もあったんですよその辺のだからもう事務所からはそう NG ですよね僕はみんなのおかげでちょっとあの僕のどが渇いちゃったんで注文していいですかなな何でもいいですか 別になんかそんな別に結構肩肘張らなくていいよね俺酒飲んでもいいよねあだめだ今日ラプラス捕まえなきゃいけないんだあのウーロン茶であ皆さんも本当にどんどん飲食していただいてそんな僕の放送にね耳を傾けすぎずに飲食していただいてウーロン茶を2ついただいてもいいですか今回のくっちゃべなんと、えー、開催初の大赤字でございます <laughs> <laughs> あのー、マネージャーが全部補填するからって 言ってました今まではなんとかギリギリやってたんですけどあの大赤字を叩き込みまして僕がなんとか何でやったなの <laughs> でやったなのおかしいでしょでなんかさ放送にねお客さんの声があんまり乗ってないっていうのあれ今も乗ってないのかな別にでもいいよねああとねあ放送止まるかもしんないけどちゃんとあの登録っていうのがあって音速で上げるんで安心してください止まったらいつもと同じような話しかしないんで大丈夫です でね俺なんかね次の話に行かない理由があってなんか今日ね喋りたいこと20個ぐらいバーって羅列して書いてあったんだけど順番的に次着色アイドルに振られた話になってるので <laughs> そうあんまりちょっとしたくなくて何か <laughs> ありがとうございますじゃあちょっとせっかくなんで水を <laughs> 止まったら芸人呼べ分かった <laughs> 呼ぶわじゃあんかさせっかくだからさ、あのー、普通の書いて作りたくなくてさ なんか大荒れするかなんかね一個爆弾叩き落としたいじゃんだけどなんか今日はちょっとまあスパンも短いしまあ俺のやりたい放題で <laughs> 逃げるなってどういうこといや普通にじゃあ皆さん今日は本当にありがとうございます柄にもないですけどじゃあ乾杯をさせてくださいえじゃあえ皆さん大好評のくっちゃべ第4回開催ありがとうございますじゃあ乾杯、はい、ありがとうございますいいねみんな乾杯言い慣れてない感じが。 なんか放送の今日なんか話題になってほしいなと思って写真撮りたくなかったんだけど、あのー、みどりさんとツイッターしてなんか暗黒放送見てるやつを見に来てくんねえかな <laughs> と思ってただ一切あげないし、えー、終わったらすぐ帰らせます彼は <laughs> そういうシステムで、あのー、売名システムでお届けしておりますなんかマイクの女子横なんかね俺が悪いのかな着色から逃げるなその話する 俺、最近好きな女ができたって言ったじゃん。まあ、今もまあまあ好きなんだけど、この前デートしたわけよ。で、あのー、5月入ってからだよ。みんなに内緒で、うなんかみんな嘘ついたんだよな。今日ちょっと喉の調子が悪いですっつって、嘘ついて放送休んで、女とデートしたの。新宿で、結構好みの女の子で、いいなと思ってデートしたんだよ。そしたら、まあランチだから、なんか夜は加藤さんに会いたくないって言われて、なんか知らないけど。 <laughs> 加藤さんには夜はちょっと会いたくないって言われてじゃあ昼だったらいいですよって言って昼会ってなんかまあ夜とかだったらさなんかね男の子だったら考えるじゃんなんかいいなみたいなでも昼だからまあチャンスあんまねえなと思って行ったんだけどでうまい肉食ってあげよ飯食ってる時が一番くっちゃべやってる時と飯食ってる時が俺一番幸せだからうまい飯食ってたわけよでなんかビュッフェみたいなので,でデザート食べ放題まず肉が嫌いって言われて。 肉食べれないって言われてで野菜食べるわけじゃんでスイーツ食べれないって言われてそんな女いなくないだすごい愛嬌良よくてなんか一緒にいて楽しかったんだけどでいざまあ2時間あニコラジの前だあれ行ったの2時間3時間、うん、その喋っていざお会計しましょうってなった時に3万5000って言われて俺1万5000ぐらいかなと思ったら。 3万5千円って言われて財布の中に2万しか入ってなくて1万5千円払わせて帰ってきたわもうそれ以降俺もう LINE 送れなくて完全にやっちまって普通だってね持っていかないでしょ私に払わせるんですかみたいな感じででもちゃんと言っといたわなんか下手に出るとさそういう時ってさ下手に出てさごめん財布の中にあの2万円しかないから ちちょょっっっっととと払ててくれなないいいうとちょっと嫌じゃ1万5一万五円でいいよみたいな <laughs> あのセレブ気取っといたわ負けになるじゃんやっぱみんな的にも加藤純一がさそんな格好悪いところ女に見せるら見たくないでしょあ今日1万5千円でいいよっつってもう鳩が豆鉄砲食らったような顔してええー、みたいな1万5一万五円でいいよあまあまあこんぐらいするよねこうだったら立地もいいしねみたいな勝ったなと思ってそれ以来 LINE が既読になりません僕の。 狙ってたんだけどなあいつなんか30超えたら途端に女にモテなくなっちゃってさみんな彼女い,いんの,あの放送見てる人も彼女いる人全然モテないんだねみんなあそっかなんかねさっきも俺は喋ってたんだけどさあの俺一個ねこれ。 あの俺の視聴者でもちゃんとした科学者でもいいんだけど解明してほしいことが本当にあって加藤潤一と加藤潤一の視聴者のあの絆についてみたいな <laughs> あれさおかしくないちょっと最近のこの屈折した愛情なんか俺も今ラルクみたいなマイクの持ち方なってるけど意識し始めてるけどみんなのことあれなんかおかしくないどう接していいか分かんなくないあれいや意味分かんない生放送じゃあなんかさ 普通さ、これ何回も言ってるけどさ異性とかだったらわかるじゃん異性だったらわかるけどさ気持ちが分かんないわけじゃんどういう目で見てんの本当に本当素直な気持ちを聞きたいわいやかっこいいなとかさでも男が男にかっこいいなって容姿じゃないでしょあ面白いなみたいな面白いなっていうことあそういう目で見てくれてるんだホモなのマジで あ、ホモで思い出したなんでホモで思い出したかかんないけどで最近俺の YouTube のコメントでさ毎回毎回外人がコメントして,くる,してるの知ってるあいつ俺にさエロイプしようぜってめっちゃ来るんだけど <laughs> ハニーってやつ Google 翻訳でさブラジル語かなんかを翻訳して私あなたはいつも輝いてるマジでみたいな今度放送でエロイプするわ多分日本語じゃなかったらバレねえよねあれね 毎回多分さ見てるんだよ放送生放送地球の裏側からだからすげえなーと思ってニコ生だとさやっぱ日本限定じゃんなかなか世界に羽ばたけないでしょブラジルのホモから声かけると思わねえじゃんガチで俺に声してるみたいで「そうキュートって書いてあった最後はすごくない毎回コメントしてくれるんだよ俺になんかね 日本だと、ホモウけあんまよくないんだけどそのそう、住所ばれてるから <laughs>、分かってんだよ、だから俺が,俺が行くからあの、会ってくれ、あなたは日本のコメディアン、スターだみたいな、本当だよ、ガチの求愛受けてて、2週間に1回ぐらいメールが届くわけよ、それ、逐一みんなに報告してくわ、ただなんかさ、別にさ、そういうのネタにするような配信者じゃねえじゃん。 ブラジルのホモと会うぞ。ビックリマーク放送とか見たくないでしょ。みんなそういうの、ちょっと他の人に任せたいじゃん。俺のキャラじゃねえなと思って。あのー、持ってないし、そういうなんかじゃ写真送ってもらえたんだたけど、そいつ動画上げてて、あのー、ブーメランパンツ履いて際どい？なんか3番踊ってるみたいな動画があのー、あるわけよ。それみんな見てあげてで。フローム加藤純一みたいな感じで <laughs> 正直見たい。いやーちょっと。 いや持ってない、マジだからね、お前、YouTube のコメント、今見てみる、本当に、今、ちょっとだからこれ、流してほしいわ、この、あなたの愛する加藤純一が、今、新宿のロフトプラスワンっていうところですごいイベントやって、る男集めて、本も集めていっぱいやってるぞみたいな、海外からもね集めて、ちょっと動画送ってみるわ、こういう活動を今、加藤純一はしているので、日本から来た際は、ぜひお立ち寄りください、ツアー組みたいんだよね。 夏にさ1個なんかでかい企画みたいなのやりたくてなんか金全部俺が出すからなんかどっか貸し切って野球やりたいんだよねそれよくない名古屋ドームでも,でも60万かかんのね 1, 1日 2, 2時間でで放送でも名古屋ドームのそのかん,なんかねすごいでかい話みたいになってて適当に電話したことあったじゃん俺がさ前放送,に放送でさ名古屋ドームの管理に電話したの知ってる でそれでちゃんあ分かりました、そういう企画ものでしたら、ちゃんとした人紹介するんで、そっちに連絡くださいって言ったら、変な担当みたいなのどされて、これ、これ、こういう理由で、そ会員費が結構たまってるからさ、お母さんの車、中古で買うから、60万くらいの安いやつ買うから、そちょっと余った金で、やりたいんだよね、俺がホームラン打ってるとこ見たいでしょ、見たくないのえ、そしたらあれだよ、名古屋まで来てくれたら、球場内、ただだだよ、よくない目標5000人なんだけど。 それ来てくれるよねさすがに旅費は出してあげられないけど日帰りで帰ってもらうけどしかもなんか深夜でお願いしますって言われちゃったんだよね <laughs> それ一泊ぐらいよくないあの美容あそれ行くよね名古屋ただ俺が全部金出してしかもなんかね観客埋まってたらさだからピッチャー今募集してんのピッチャー投げれるやつそれなりにいや休日は無理なんだってあ名古屋のデブも呼んでねいいねいいね でもあれは何もできないでしょ野球関係ないでしょ東京ドームとかは全 NG なんだって配信 NGYouTuber じゃなきゃだめなんだってふざけてるよねなんか最近もさテレビとかにさ YouTube よく出てんじゃん俺頼むからなんかニコ生チャンピオンみたいな肩書きで出させてくれと思ってだめなんだって全部 YouTuber は OK だけどニコ生はなんかやっぱ吉がいじみてるからだめみたいなそんなことないよね 何,も何ボソボソって YouTuber 勢が来てんの YouTuber ーーからの資格が来てんのそういうわけじゃないんだよかった僕はやっぱニコナマなんだかんだでニコナマも無理なんだ差別だよな各言う俺も最近ここ3日間連続で YouTuber してるけどあれ結構ねみんな勘違いしてるんだけど俺すげえ変なアスペルガーみたいなこだわりがあって第1回目の,あのポケモンやってるわけよポケモン見てる人あそんなに見てくれてないんだねは8割ぐらいは見てくれてるそうポケモンやっててその ニコ生で第1回やろうとしてたらログインできなかったわけよなんかそういう障害あったよねニコ生でログインできない障害があったから YouTube で第1回やっちゃったらもう第2回からそこでやるのなんかやだなと思ってっていう理由で YouTube でやってんだよねあれもったいなかった本当はニコ生で絶対やりたかったんだよ理由わからないの配信見てないですよでも俺言ってなくなかった あれちょっとね俺、そういう変な神経があってがっつりエミュで超ばっちりエミュレーターでやってんのにちゃんと色違いは裏で8時間粘るみたいなあれ次の日、「朝一で放送したんだけどその声がマジで死んでてなんなら実況の練習もしてたから撮りながらやってたのね俺がその色違いのポケモン初めて手に入れた時の感動みたいなのをみんなに伝えたいじゃんただ100倍速でやってたから何ていうの それを映すってことは俺がなんかもう犯罪者予備軍みたいなのをみんなに知らしめることになるじゃんだからそれちょっとオクラに入れちゃったんだよねいつかそれを100分の1倍速に編集してみんなに見せるわ <laughs> あれ100倍速だった声がすごい疲れてたんだよ最近だからね長時間放送する体力がなくなっててなんかやりたいんだよねあ俺でもあさってもこうと放送するわ PUBG あいつはんかニコ生でやってて あのど,ど,ういうどうだったゲームって言ったら加藤さん、面白かったっすよ、一緒にやりましょうよみたいな話になってちょちょ、ちょっとだけ、ちょっとだけ、ニコ生でやろうかなって、言っていいって言ったら、別にどっちでもいいっすよって言ってたから、あ、いいね、あいい感じですね、皆さん <laughs> あー。ありがとうございます、ありがとうございます。もうこのツイッターに突撃してください。加藤純一に近いんじゃねえよみたいなね、すげえ仲悪いよね、いい感じに今。もっとなんかいろんなとことバチバチしてて、<laughs> 二人でやりたいわけよ。俺ね、友達がいないの、配信者の。 本当にみんななんか勘ぐるじゃん本当に配信者の友達いなくて誰俺の友達あゲロはいいじゃんゲロあっモコモやめてゲロとやりたいね <laughs> ね。確かにいたわであいつ忙しいじゃんテレビつけてたまにゲロとか出てるときないあるんだよ そうあるのね。だからなんかタレントだしなんか悪いなと思ってなんかさその地元のやつらと配信するのってなんかちょっと違うなーっていうイメージがあるからなんか配信者で友達言って言ったらさあモ、のー、こうとかさ横山さんとかさあ,めあいつさふざけんな俺と写真撮んねえでさあいつモコ撮ってやがったよなしかもあいつ Twitter にのっけやがってで、バカがさなんか知らねえけどさ加藤陣さん悪いっすねみたいな感じで。 でなんか最近、昔さちょっと1年ぐらい前までさ俺がちょっとうわーって勢い乗って上り上司なときはさ加藤純一、豆腐やったぜみたいなさやってたのに最近うんともすんとも言わねえよなもうこうーみたいになってていつか絶対ニコラジオンで本当に公式レイプしてやろうと思ってんだ俺コメントでサジェスト応援してあいつら絶対付き合ってるよなみたいな感じでさみんなのあのやっぱ事務所 NG なのかないやでもしかるべき場所でさ あの共演とかしたら撮れるわけじゃなね、あのー、写,写,し写真の誘い方がキモかったのあ,あめやこさん、さ、あ、ん、のー、いつも応援してるんでう裏でだよ、あのー、写真撮ってもらっていいですかみたいな感じで言っちゃったからそれを見たマネージャーがこいつ絶対やべえぞと思って <laughs> 止められちゃったのねなんかその放送とかあったらさ多分撮ってくれるよねマジでだめなのかなすげえ見る目なくない 同じ事務所入ってるかな、村下やて。最近、若手のいいやついますぜ、みたいな多重。多重移籍しようかな。あれから会ってない。1年半会ってない。会いたいわけよ。でも最近なんかさ、あんま相手してくんねえから、なんか、若えいい女いねえかなと思って、探してんだけど、ニコ生主、本当にブスしかいなくて、マジで。俺の好みの女の子いなくて、1人好みの女の子いたなと思ったら14歳とかで。 放送で見てるとわかんないわけよ最近もさなんかさあるじゃんちくわちゃんランキングとかも,もみんな見てねえだろうけどちくわちゃんランキングとかであ可愛い,い女の子いるなと思ってそのサムネクリックすると男がやってるみたいなあれクソなえない女の生主の愛人とか見ないでしょあれどういう気持ちで見てんだろうね見てないよねなにペッサンってペッサンっていう人がいるのペッサンっていう人がいるの掲示板の人どういう人なの 最近ちょっとみんなねあの勢いがつきすぎててメール来てたよあの加藤純一さんの2チャンネルと掲示板のスレッドの勢いを合わせたらペッキーあベッキーが毎日炎上してるようなもんですよって言われて <laughs> ここ3ヶ月の加藤純一さんの勢いはその毎日毎日ベッキーが炎上してるフジテレビがあのホリエモンに買収されてるとと同じぐらいの勢いをここ3ヶ月保ってるみたいでかなりだからいい感じに今宣伝が毎日ベッキーだからね俺。 ただ全然人気出ねのおかしくないもっと出ていいよね過小評価されてるよねあんだけさ盛り上げてんだからさ毎日いけすぐりんだよ俺炎上してるわけじゃないんだよ別に別に悪いことしてないじゃんただなんかねそういうのを俺排除したくないわけよバカもクソもゴミも一緒だから絶対一番面白いからまともなやつもいてバカもいてクズもいてなんい池沼みたいなのもいて っていうのがもう絶対最近、だからあれじゃんみんなそういうの排除するでしょ、マジで,でそういうクズどもがマジでこぞってうちに集まってきちゃってだからみんなもなんかちゃんと応対してあげてあのあそうだよってこの人は <laughs> こういう人なんだよって新 <laughs> 参の人とかさあのやっぱ空気が分かんないみたいでなんかいやそんなあれなんだろうみたいな。 いやだからコミュニティの追い出しとか俺だから唯一人生で一度だけ NG コメント使ったのは「加える」に「川」と書いて「かがお」だけだもんその2文字だけはなんか肩にかな体に墨入れてたしこいつ絶対関わったらやべえと思って唯一俺 NG ワードに入れたことあるけど俺 NG コメントもしたことないし、あのー、NG 共有も入れたことないし <laughs> この「あ」ってなんだろ最近。 あちょっとそ,それさ、ひもといてって、俺、最近、自分で放送しててさ、自分の視聴者が何で盛り上がってるか、マジで分かんないときあるんだよね、それ、説明してくんないそういう秘密の会合にしてくんない何なの分かんないこといっぱいあるんだよね、俺、ちょっと掲示板を置いてないところもあって、養女に手ンって何それ、それ、どういうことなの置いてかれてる、やっぱさ、トップがさ、恵みるか、最強に語ったからいいでしょ。 あれこの前も俺ごめんねって謝,れ謝ったんだからなペスさんもわかんないし前からだっけなんかわかんない掲示板にペドがいるはずなんだいいじゃねえかよなんかもっともっと生放送で特集しようぜ次回ペドを追求するぞみたいなあっあったね放送中に突待ちしてなんか僕は過去にあのー、保育園かなんかでアルバイトして <laughs> 女の子にいたずらしたっていうマジで笑えない <laughs> 俺は笑顔で対応,し応対したけどいやいやまあまあそんなの冗談でしょあなたって言ったけどマジで笑えないやつとかもいたけどなんか気狂ったやついっぱいいたよねヤクザの娘でもうちょっとで出所してますみたいなあの女マジで俺に恋してるみたいなちょくちょくメール来るんだよねこんな私ですがうんこちゃん恋してますみたいなただそういうメールって本当すぐやんじゃってだからあのさ何回もずっと今日さ こういういイベント見に来てくれるよってまあ放送見てる人もいると思うんだけどさ長年にわたりちゃんと見てるよっていう女の子いないでしょあんまいなくない男ってなんだかんだらさ見てくれるわけよなんかなんていうの共に行こうみたいなあの長渕のファンとかってさアホみてえにさずーっとついてくじゃんいいじゃんああいうのってよくないすげえ汚えじじいジジイとかになってもみんなーみたいなさあれやりたいわけよ俺も50ぐらいになってさ なんか日本人飲見ながらあ今日もいいのみたいな若い女も来てるのみたいなやりたいわけよやっぱ女の子はやっぱそういうのに分かんないのがちょっとやっぱさ容姿が俺ヒアルロンさんとか打ちたくないわけ嫌でしょ俺がさブックブックにさあの一応でもねそういう路線も考えておこうと思って言い訳は考えてるわけだ一応俺ねその医療従事者として8年間やってきたって自負があるから芸能人が使う 顔整形したときの言い訳リストみたいなの全部持ってるのでまず自家1円っていうの自家1円ってここ切るので,で自家1 0っていうのバチッと取っちゃうのだからリフトアップできるらしいのだそうやって言ってるやつは確実に整形してるからマジでぶったたいてよネットで俺もだからそれ万が一俺がいやちょっと自家1円であので顔腫れちゃってるんですよねみたいな感じでニコラジー休んだときは完全に女路線にシフトしたなと思ってめちゃめちゃ叩いていいよちなみに叩くときはちゃんとコミュニティの掲示板に叩いてくださいなんでかっていうと今年中に俺100万狙ってるんで今いくつぐらい言ってんだっけ今 46万 <laughs> あいいね、便利だね、みんなちょっと見て、見てないでしょ、あれ見たほうがいいよ、マジで自信つくから、45万はあ、つい先日、だってさ、年明けたときに30万おめでとうってみんなで乾杯したよね。45万ってや,やばいね、将来安泰だね、絶対そんなやつらさ、終わっちゃうじゃん、人生が。 一日の大半さ、うんこちゃんのコミュニティの掲示板に貼り付いてるやつとか絶対いるでしょ。お前らマジでいいぞ。もっと増やしてけよ。そういう、そこに誘えよ。集えよ。俺の悪口とかバンバン書いていいから45万3趣味な趣味、んかだからさ、テレビとかで特集されりゃいいんだよ。なんか最近のトレンドとかでさ、あの、キオとかレトルトとかパンテレビとかするんじゃん。なんかうんこちゃんのコミュニティのメモンスチャンネルの掲示板みたいなのなんとかあそこでデビューさせたいんだよね。2チャンネルとかあんだけ跳ねてんだからさ、なんかちょっと。 ね、厳しいこと書きまくったらちょっと書きまくってください今日のだからくっちゃめの反省もあのー、最悪自分でねそのペドだのなんか、あのー、ロリだのいると思うけどそこでちゃんと謝ればうちの放送のルールとしてはもう絶対に許すって一旦俺は許すと刑法は許すかどうか分かんないけど加藤純一は許すというふうにやってるんでそれだけは肝に銘じてちゃんとそこで何か俺に言いたいことがあるやつは G メールとかあんま見れないからさ G メール見れないからそこで。 あのー、書いて <laughs> いければな今日はいいから掲示板伸びないぞじゃ今から石橋はざまさんに電話します LINE2 は <laughs> 何とかして別に掲示板伸ばそうとしてやってるわけじゃないんだよそういうわけじゃないんだよたまたま一生懸命やった結果燃えてるだけで狙ってやったら面白くないでしょ燃やしてやろうみたいな俺そういうの絶対しないからたまたまやった結果尋常じゃなくだめだったみたいなそれがいいわけよ そのうちの視聴者の唯一のいいところが「新世界のファン泣かせようが俺がね好きだな」って思うところやっぱ素直だなっていうのは本当にね叩くところ今日もいるいろ何ちょっとうまいこと考えてちょっとみんながパスちょうだいけどコメント見ながらダサン的なのゴミだよねあとさあ,のあれなんだよあのさ俺がヘマした時にあの俺以外の出演者に「無くヘイト」って言ったら何なのって俺本当に知りたいんだよね。 俺を目の前にししてて言っほいわあれなどういう気持ちでなんとかして純ちゃんをかばってあげようみたいなあの空気やめてくんないすげえよ余計なお世話だからあれあれマジであるよな俺まさかマジでラルクと喧嘩すると本当思ってなかった俺唯一青春時代さグレイとかさやっぱねえ 徹也はさ、マジでごめんだったろいやあれさみんなはさ先輩とか後輩とかとのさ絡みみたいなのってないのあれ優しさじゃん結構悪く言ってくれるのってそこでさ持ち上げられたら気持ち悪いわけよそでもそっちの方がいいんでしょだから俺が担がれてるのが結構好きだよね1個そういう番組欲しいよね加藤淳一をとにかくとにかく他の生の人が集めて俺のすごいところ1個ずつ言わせてお前たちがな、ないつもいつも お前あれだろ一回、くっちゃべやったら夏にみどりさんにくっちゃべやらせるから絶対 <laughs> 絶対やれよって俺、さっき言ってたからさっき楽屋の話で話してておだてといたからいやーでも、なんだかんだで盛り上がってくっちゃべた後とって視聴者増えるんですよねとかほら、吹いてたから <laughs> おーいいの勝とうって言ってたから絶対やる気になってるから夏あたりに絶対一人でここやらせるから同じタイトルで俺しかもここ見に来るからだで終わった後に放送つけておあいつひどかったら絶対言うからな。 俺歴代の生主に、あのー、やらせていくからこれ継承していくからな絶対、まず一人目目つけたわ、あのー、精神が強くて、俺の視聴者のコメントとかにも耐えられる、唯一の生主は、やっぱねあの覆面かぶってる変な肝やつがいるから、そこでやらせて、次はモコが30になった時に、やっぱやらせようかなと。やっていただきたい罰ゲームじゃねえだろ、幸せな舞台じゃん、幸せな。 俺もいずれはだから武道館でやるわけよ。あなたたちみたいなやつを集めて武道館でそう先発と一緒にやってほしいよね。先発とやっていただきたいなと。<laughs> いただきたいなと。お前より受けたらどうすんのいや、それはそれでまた俺もじゃあやるぞってなるわけじゃん。そういうなんかさ、真剣持ったあのね、殴り合いみたいなのってなかなかできないから、ちょっと。 やって欲しいんだよなほんと他の人がやる同じタイトルでいい企画思いついちゃったんだよねみどりさん、ほんとやってくださいよってほんと頼んでたからだからあのみんなちゃんとあのそれ、もし万が一やったらも,も,もうクソぶったたいてあげてください再起不能になるまであもうこんな時間になっちゃったんだオープニングトークちょっとだけ伸ばしてもうオープニングもクソもねえけど日本ででになってるんんすすねね皆さんどうですか,、ねあのー、なんか定期的に、ね、やろっかなと思ってて。 やってたわけよで、あのー、やっぱさやるからには何かしらのレスポンス欲しいじゃん。で8月って俺の中ですげえ特別な日だったのねそこ避けようかなと思ってるんだけどあそう今日ね、あのー、イベントの終わりになんか軽く本当にもうつ,つまらない、あのー、俺の意気込みというか今後の予定というかかなりもうい1個意気込んでることがあって俺の中でもう絶対やってやるぞみたいな。 あのー、決まってるんですよそれを皆さんに、まあ、皆さんにっつってもさ生放送やってるから別に特別感もクソもないんだけどほんとよくぞ来てくれましたよあなたたちがいなかったらねうちの社長は今日40万の赤字ですよもう皆さんが来てくれたおかげでなんとかねんちゃんだから今日はお客さんにいっぱいご飯食べさせてねって言われたけどあまあ別に金払ってもらうのもいいかなと思って皆さんが、ね、好きなタイミングで <laughs> やっていただければなというふうに思います <laughs> 頑張ってくれてたよ普段の放送ってさ俺あんまり事務所の話とかしないの、ね、裏方の人がさ前出てきていいことねえじゃん一つも聞きたくないでしょねねうちの師匠師匠だって別に師匠の問題だけどようちの社長がさあのなんで JAL っていうか知ってるこれ言っていいよね別に JAL で勤めてたから JAL ってすげえバカじゃない元 JAL の社員なんだって超どうでもよかったな、ね、今。 今ちょ,っといちょっとぐらい掲示板伸ばそうかなと思って、ね、せっかくだからそう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 。すごいよね結構ねだから、あのー、丁寧に扱ってもらってるんですよ俺のユーザー放送には絶対口出さないでくださいっつって他のだったら、あのー、<laughs> いいけど、あのー、放送ユーザー放送は口出さないでくださいってで、なんか4月とかさあそれも聞きたかったんだよ公式放送俺何本出たか知ってる ?4 月 何本出たと思う18日間20本やってらんないでしょじゃあ光栄なことなんだけどあのねあの鳥、ー、会議あったじゃんそれの特番とかがあってあのー、やったーなんかすげえオファー来たーみたいな感じで天狗になったら5月0本だよ俺 <laughs> なんかさこれ俺安く扱われすぎじゃない4月月20本来て5月0だよ俺 暇で暇でしょうがなくて持て余しちゃってだからユーザーフォード引く方でやってやろうと思って5月はだから1回ちょっと、あのー、長時間なんかやりてえなーって募ってますたださやっぱ自己主張が強いのかなんかゲームやるぜっていうと、あのー、見てほしいゲームとだ今日のねアンケートにも加藤純一にやってほしいゲームありますかって書こうと思ったんだけど自分が好きなゲームってさ 人それぞれじゃんマジでそれそれぞれじゃんだから結局さ俺がやりたいやつをやるのがなんか一番いいのかなと思って俺竜が孤くとか絶対配信でやりたくないのねで VIP マリオもやりたいんだけど、あのー、夏にやっぱやりたくて6なんとかしてその制作者ビップマリオっていうねあのまあここだけの話違法のマリオね細々とやってるわけですよ今。 そそそうそうそう、だから夏にちょっとやりたいなーっていういや新規を放置しろって言うけどさほら見てタクティクスオーガとかさやばいだろこんなやつらの言うこと聞いてたらさ何やらされるか分かんないでしょだからこっからあじゃあれやりたいのこれ一個言うわあのディシードって知ってるディシードって分かんないでしょでもさ最近ゲ芸ばっかりやってたからちょっとしばらく寝かせて夏バーってやった後にマジでやりたくてあれディシードって知らない なんか6人ぐらいをでなんかバーンって閉じ込められて2人が鬼なんだってで4人が生存者っていうかまともな頭の人間で,でね中国人とアメリカ人しかいないらしいのねそこでコミュニケーション取りながらあのなんだっけ鬼を探すっていうゲームなので鬼は定期的に血を飲まなきゃいけないから血を飲んだゴクって音が全員に聞こえるんだってでお前今は血飲んだだろうみたいなのを言葉巧み操っていや俺飲んでないんだこいつはあれだっていうのを。 視聴者が通訳しながら俺が中国語と英語でそれ絶対面白くない絶対に俺の視聴者は絶対入れないで外人バースでねすげえかもられるらしいのイエローモンキー死ねみたいなこと言われるらしいのそこはだから視聴者がうまいこと通訳しているじゃん中には喋れるやつ絶対それやりたいんだよねそれやりたいでしょだから無理かもしれないけどそのやっぱコメントありきで やるなんか企画構で近々やってもいいかなと思ったのただ幼芸ばっかりやってたからなんかちょっと日本のさなんかねゴミ,みゴミみたいなドットのゲーム見たいやりたくなるわけよだそっちもやりたいなってあれいいよねいい企画じゃない本当はセピアに通訳させたら一番いいんだけどさあいつとやりたい企画死ぬほどたまってんだけどちょっとねこの前ねあ言ったっけ この前俺がニコラジーやってる時の下のスタジオでセピアがなんか音楽について語るイベントやったの <laughs> ね遠くからこそっと見たのねやばかったわなんかマスク取っててもう東幹久みたいなはうわ笑ったの俺の方見てチラッと笑ったのね東、もう芸能人だぞあいつピアノグランドピアノが見えたもん、本当に。 東右下みたいに本当にかっこよくてばっちりセンターわけであれでもやっぱね俺は直接絡まない方がいいと思うんだよななんか迷惑かけちゃいそうじゃないねそこはやっぱりこの周りからも言われるもんあの砂ザメさんとかもうんこちゃんは関わんない方がいいと思いますね とかやっぱマリオさんんとかかもまあこれぐらいいいいの距離がいいんじゃないですか、ね、だからどっか,らなんか俺がさもうちょっとさみんな見てくれるようになってさそのなんかどっかところでさ共演した時とかになんか夢がだから最近会いたい芸能人松井秀喜セピアだもんこの2人となんとかして共演したいっていうのを3番目にミャコさんこの3人だけちょっと合わせてほしいなってこの距離が一番面白いよねロミオとジュリエットってやっぱ恋愛が燃え上がるわけじゃん 1そう一ファンとして千葉県知事もまあ会いたいけどセピアの方が会いたいかなどっちかといえばイチローより俺セピアの方が会いたいからねマジで本気でちょっと皆さんの力でねそう小林幸子も会えたからさ去年のだって町会議俺の扱いちょっと別にさいいように扱ってくれってわけじゃなくてノーギャラでユーザー放送してくださいって放送だけだったんだよ やばかちょっとね、それでまあゲロちゃんとか出てくれてさ、公式っぽくしたけどさ、京ちゃんはちょっと出れなかったんだけど、今年だからね、都知事にも会わせてもらってさ、小林幸子とも写真撮らせてもらって、本当にね、皆さんが見てくれておかげで、悪口言いながらも見てくれておかげで、ちょっとずつなんか、そういうね、夢が叶ってきてるんで、俺ね、もう一個だけ、今やったら、俺、総理大臣にも会いたいのね。来年だからちょっとあの <laughs> 荒らしてもいいんでなんとかちょっと見てくれませんか俺総理大臣もやっぱってみ見たいじゃん安倍晋三会いたいじゃん見たくない尋常じゃないぐらいなんかあ <laughs> いけそういいね盲目信者がいて盲目信者いるねやばいぜ危険人物も危険人物じゃなんとかさ表面上うまく取り,作って取り繕って僕は あの安全ですよ、この子たちがすごい危ないですよってみんなになんとかなすりつけて、俺、裏ですげえごまつってるから、それ、なんとかみんなに責任をなすりつけて、そう,うまいことたち振る舞ってるのに、なんかこういう時にさ、自分を出しちゃった時の録画とかが上がるわけよ。それでやっぱそれでビートたけしとかに目つけられてさ、NG になっちゃったとかいるわけじゃん。そう、ヨガ世ならテロリストだからね、俺の友,だ友達の友達がアルカイダって言ったやつが炎上したじゃん、政治家で。鳩山 鳩山って呼び捨てちゃったけど、鳩山さんがね、N G さ,んさっき俺,と俺の視聴者、なんなら1個近いからね、俺の視聴者、あれだからね、幼女に手満しちゃってさ、みたいな、<laughs> そんなのあげられた日には、必ずもう NG くらいだからね、別に NG くらったらくらったらしょうがないんだけど、事実だから、それはでもちゃんとした、あのー、ね、しかるべき対応、僕も、それ違うんですよと、放送っていうのは、ニコ生っていうのは、そういうい、ね、それだから言わないでください、俺にも秩父はあるんでね。 ちゃんとただみんなそういう空気分かってんなと思ったのがさなんかその立山にさ旅行行った時にさ俺一通つ無視してしまってあれちょっともう去年のあったで今年あった出来事の中で本当唯一本当に心に病んでるんだけどそれをあのなんか生主とかがつっついてきたんだけど俺の人たちがんでさ犯罪はもみ消すのにイベントの失敗は荒らすの意味わかんなくない それの価値観も分かんないんだよみんなの中で OK のラインと NG のラインがマジで分かんないんだよねあれ結構さ弱点になるじゃんやばいじゃんあれっていや絶対じゃいけ俺,俺もすげえ反省してごめんなさいってみんなに謝ることじゃないけどそ警察署から連絡来なかったけどあの来たらちゃんと出頭して本当すみませんって限定1点か2点されて謝ろうと思ってたんだけどああなるほど謝ったから許すなるほどいいね それいいねなんでもありじゃねえかよちゃんと謝るわ次からうわなんか今あったかみを見たわ初めて人のぬくもりを知ったわ31年間生きてきてぬくもりに飢えてたけどくっちゃ謝ってないから <laughs> あなるほどね謝ったりしてもまだ合がいいねじゃなんかより一層激しい放送していこうかなというふうに思います なんか長くなっちゃいましたけど、ここらで一回ちょっと休憩を取らせていただいて、このあの後半はですね、アンケートみんなにとっただけよ、なんか当たり障りなもっとなんかいろいろやね、まあ、でも途中途中でいろんなこと聞いて、それ以外のことも聞いていこうかなと思うんだけど、アンケートトークがこの後あるんで、ちょっと一回休憩を取らせていただきます。それじゃあ皆さんちょっとしばしのご休憩をトイレとかにも行ってください。